とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今シーズンは長いです。長い。周回には向いてません。まあ、とりあえず、1回からやっていきたいと思います。エンチャント入れましょう。アイテムボーナスを武器にですね、入れてください。武器はね、ちょっと、9回までこのまんまなんですよ。なのでちょっとでも火力を上げるために、まあ一応、このエンチャントを入れた方がいいです。うん、まああんまり発動はしないんだけどね。でも運よく何かしらポーションが出てきてくれればラッキーということでやっていきましょう。 OK で、ここがちょっと変なところにね、敵が出てきたりするんで大丈夫か。よし、 OK、 うまいこと倒せれた。次行きましょう。報酬は何もいりません。あれ固まった。よし、2回行きまーす。1回はクリーパーいたんですけども、2回は別に強いやつは出てきません。普通に倒していけば問題なくいけると思います。まあ今みたいに運よく、発動することがたまにあるので、うん、一応入れておくといいですね。3まで上げちゃいましょう。 OK、 2回は楽勝だね。はい、報酬でパワーシェイカー取っていきます。でここは敵が結構 HP 高いやつが出てくるので、パワーシェイカーを使って、倒していくと早いですね。 OK、 よっしゃ。うまいこと出ないな。ボーナスがね、うまいこと発動する時があるんだけども、いまいちですね。 OK、 3回クリア。3回の報酬でバーストクロスボウ取っていってください。エンチャント入れていきましょう。長弾とボーナスショットですね。この2つを入れていきます。でここも、まあ、敵が若干多いんだけども、弓とかをしっかりと使っていけば、外した、大丈夫です。でいつものごとく、エンチャンターは先に片付けるようにした方がいいです。あいつがいるとちょっとね戦いにくくなるので、できるだけ先に片付けていきましょう。 OK、当たるか。あ、何人か当たったね。よし、では4回クリア。次に行きましょう。まあ特に序盤は問題ない。途中終盤が今回ちょっと難しいところがあるかな。何もいりません。次です。弓がね、いい感じです。で、エンチャント入れましょう。長弾ですね。長弾が2になると、結構発動してくれるので、長弾は必ず、2以上にはしていきましょう。やっぱ 40% 以上になるとね、発動率が全然違うんで。よし。いいね。この、炎の継続ダメージはなかなかでかいよ。終わりかな。もう一体こっちに行くか。あ、いた。はい、それでは5回クリア。報酬何もいりません。そのまま進んでください。ここも特に問題はないですね。パワーシェイカー、そして弓をしっかりと使っていきましょう。 OK、
レイズがちょっとね鬱陶しいけども、できるだけ早めに、あうまいこといかないな。うまいこといけばこう倒せるんだけども、まあまあそううまくもいきませんよ。よし、あれなんかこれ食らった自分で食らってる。はい、矢が出てきてくれた、ありがたい。次に行きましょう。で6階の報酬で雷の杖ですね、最初のボスで使います。まあそれ以外はもう使わないかな。でここはバーストクロスボウをパワーアップさせてください。で8階ですね、忘れずエンチャントを入れていきましょう。バーストクロスボウを長弾3ですね。3になると 60% でほぼほぼ決まるようになります。よっしゃ、いいね。これ長弾全然違うもんね、入れてると。 OK、 いいんじゃない。はい、8回がおしまいです。でここのアーティファクトは悩むところですけども、俺は森の矢筒がまずは間違いないかなと思います。森の矢筒でいってください。やっぱ最初のね、イリュージョナー、あいつと戦う時にやっぱこれの方がねいいんだよね、戦いやすいと思う。うん、あとこことかね、うん、このステージも戦いやすいです。えい、お、いいね。あれ上か、あれ一体、あ、いた、行方不明だった。9回おしまーい。はい、報酬で両刃斧取ってください。でエンチャント入れていきましょう。エーリ3です。でプレステ版はこっち側に、イリュージョナーが出ます。で速攻で倒しましょう。パワーシェイカーと雷の矢筒、あの雷の矢筒じゃない、あ、固まった、最悪雷の杖ね、あれを使って倒すといいです。でエンダーマンは耳だけで大丈夫ですね。もう近づかないようにしてください。もう初期防具じゃちょっとね耐えれないので、もう近づかないのが一番です。 OK、 終わり。まあ、とにかくイリュージョナーを先にね速攻で撃破してください。うん、装備が揃ってると全然余裕でいけるとは思います。でここもね初期防具なので注意してください。基本的に弓のみで戦います。弓だけ、ここら辺から、撃っていくと、まあ、長弾が発動していい感じにダメージを取れると思います。こう真ん中にね突っ込んでいっちゃうと、この防具ではねちょっと耐えれない、うん、なので必ずここら辺から敵を殲滅するようにしていってくださいね。はい、終わり。で11階には、箱があります。忘れずに取るようにしましょう。今回結構、弓矢か矢は必要になるので、まあここで1個取っとけば、うん、十分でしょうね。ここ報酬何もいりません。で12回いきます。ここ注意です。もう、敵の攻撃力ももちろん高いんだけども、自分のね耐久力がもう全くないのよ、全くない。なので
本当に注意して戦っていかないと、ここはやばいです。うん、まあ、弓とパワーシェイカーをうまいこと使っていければ、全然いけると思いますので、まあ、この回は注意して戦ってください。で、ドラですね。まだ防具は取りません。ドラと雷の杖、これを交換してください。で、ここも先ほどのステージと同じく、自分の HP が少なめなので、もう弓で戦います。もう近接攻撃は基本的にしなくていい。こういう時はしていい。こういう時はしていいんだけど、基本的にはもう、遠くからチク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 やってください。そんなに敵は多くないです。そこまで多くない。なので、おっと、下にまだ一匹いた。とにかく近寄らない。遠くからチク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 やります。あと2体かな。おしまい。でここでようやく防具を取れます。スプラウトアーマーですね。手前のやつとかも、ちょっと微妙なんだよね。で、エンチャント入れてください。ポーションバリア2のタンブルビー2ですね。タンブルビーは確実には発動しないんだけども、まあ一応コロコロできるだけ転がって蜂を出していってください。まあこれ出るかどうかは運なんだけども、これが出てるとクリーパー対策になりますので、すごくいいです。OK。いいね。今回結構出てきてくれる。うん。これレベル2でもね、発動率は60何パーセントかあるのよ。だから結構出るときは出る。まあ、出ないときは全く出ないね。全く出ません。嘘だろっていうぐらい出ないので、あまり期待はしない方がいいかもしれませんね。はい、14回おしまい。何もいりません。次行きましょう。でここは休憩ですね。特に難しいこともありません。近接でも行ってもいいですし、弓で戦っていってもいいんじゃないですか。もう矢がね今回は結構あるのでいい感じです。おお、いいね。結構矢が出てきてくれてる。矢が出ない時ね、全く出ないんですよね。今回は意外と運がいい。よし、あとはあそこの2体3体か。あ、まだ4体いた。問題なし。はい、15回クリア。次に行きましょう。報酬いりません。はい、ここもまあ別に注意することは特にないですね。とにかく、あ、そうだ、注意はあるか。このシュルカーだわ。シュルカーに注意してください。あとはここでブンブン回しとけば、勝てると思います。一応、虚無ったら一応危ないんでね。一応注意してくださいね。OK。よし、OK。回復アイテムも出てくれた。ちょっと待って、お前そっちにいるんかい。これ消えてる時とかあるからね、打ち漏らしがありますもんね、そういう時って。打ち漏らしはないように、一応注意しときましょう。オッケー！いいねー。いい感じに矢が出てきてくれる。んで、ここですね。ここ、アップドラフトの書を取っていきましょう。森の矢筒でもいいんだけども、まあ、一個前の森の矢筒でも十分ダメージ出せるので、ここはね、俺ね、アップドラフトがいい。なぜかって、ここのステージが、アップドラフトと、相性いいんですよ。なので、ここで俺をアップドラフトをつけていきますね。あ、危ない！エンチャント入れてなかった。エンチャント入れてください。ポーションバリアです。ポーションバリアを、多めに入れとくと、ちょっとお得ですね。アップドラフト！
ここはとにかく敵がね多いんで、アップドラフトでちょっとでも減らしてあげるといいですよ。うん、危な、自爆するとこやった。よし、オッケー。確かに森の矢筒2つでもねいいっちゃいいんだけど、うん、やってみたところこっちの方がよかったかな。はい、17回クリア。防具変えましょう。スケールメイルですね。近接ダメージもこれで上がります。はい、でここエンチャント入れてください。クールダウンですね。クールダウンだけで OK です。で金細工でスケールメイルを上げます。うん、武器とかじゃなくってスケールメイルを、上げた方が良かったね。はい、でプレステ版は下からです。下、こっちにガストが出ますのでドラを使って一気に叩きます。おお、固まるなって。もうはい、約固まらなかったら結構早くいけるんだけど。はい、であとはもう楽勝ですね。あぶね、あーなるほど、炎の道がついたのね。いいんじゃない。よっしゃー、で19回クリアでーす。ここでキノコを取っていきます。キノコと森の矢筒をチェンジしてください。でここめんどくさいです。うん、めんどくさいし、敵が結構強い。でも金細工で防具を上げてるのでそれでねだいぶ軽減はされる。うん、金細工で武器を上げてるとねちょっとね耐えれない感じになるんだよな。 OK、 アップグラフトをしっかりと使っていきましょう。 OK、 おお、危なっ。でこのね遠距離から攻撃するやつ、こいつらをまずは集中的に攻撃していった方が良さそうです。 OK、 打ち漏らしないね、いないね。 OKOK、 これ下にね打ち漏らしがいるとまた戻ってこなきゃいけないので。いた、ああいやいや死んでるなんで打ち漏らしたやつが下で死んじゃってるよ。よし、終わりでしょう、これで。ナイス、20回クリア。弓を変えます。コグクロスボウですね。でエンチャント入れていきましょう。マルショット3のテンポセフトと虚無を1ずつです。これで十分ですね。でここあんまりね近寄らない方がいいかもしれない。このクリーパーが結構鬱陶しいので、なので遠くから弓をねプス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 打っとってあげた方が安全です。いけー、テンポシフトね1だいぶ効果でかいんだよね。あぶねえ弓を打って、弓を、はい、アップドラフト、いいね。はい、21回クリア。ここ何もいりません。闇のアーマーも強いんだけども、もうすでにスケールメール、あれを上げちゃってるので、必要ないです。スケールメールの方が性能は俺はいいと思います。火力高いからね、近接の。いけ、いいね。やっぱねコグクロスボウはね強い。うん、いいよ。危ない、思いっきり食らってる。あ、固まる、ちょっと待って、今回よう固まるな。今回ちょっとラグいっすね。なんでだろう。はい、22回クリア。でここで武器を変えます。両刃斧です。んーでエンチャント入れましょう。衝撃波3と、
弱体化さん、これで OK でーす。んでもって、ここ、スケールメールを上げていきます。112まで上がりましたね。そうね、炎の道なんだ ?1 か。あ、1か。1だったらあんまダメージ出ないですね。はい。で、ここはめんどくさいです。ここはめんどくさい。敵は弱いんだけどね。敵は弱いんだけども、これを揃えていくっていうのがめんどくさいです。まあ、ぼちぼちとやっていきましょう。ここはね、どうしても時間がかかるのよ。うん、正解がもうすでに分かってればいいんだけどね。これ、毎回これランダムに決まるみたいなんで、時間がかかっちゃいます。24回クリアー。で、ここ、武器を変えていきます。カトラスですね。カトラスには、これ、虚無がついてます。虚無を入れてください。そして、衝撃波と、旋風ですね。この二つ、で、成長させていきましょう。衝撃波の方が、優先的でいいと思います。で、ここは、危ねえ。このネクロマンサーとこいつがね、最初と最後に登場します。でも、まあまあ、問題はないですね。問題はない。よし。あ、今回意外と矢が余ってますね。270本。うん。いい感じに矢が余っちゃってます。OK。はいはい。で、確か26回かな ?26 回が、今シーズンの一番難しいところだと思います。うん、一番注意すべきはそこかな。はい、最後。いけ。あぶね。あぶね。風が当たる前に弓打ってた。死ぬとこでしたわ。はい、ここ何もいりません。んで、武器のエンチャントをさらに上げていきましょう。いきまーす。ここがね、とにかく、注意が必要です。エンチャンターをまず倒すようにね、してください。エンチャンター。まずはエンチャンターを、処理してくださいね。OK。アップドラフトがあるとちょっと戦いやすいですね。いいね、いい衝撃波だ。いいよ。危ない危ない危ない。あんまり前に出んな。あんまり前に出ずにぼちぼちとやっていくのがいいかな。よし、よっしゃ。あとこっちかな。よし、終わり。26回クリアです。アップドラフトがあると戦いやすいですね。んで、ここでアップドラフトを、パワーアップさせます。これがね、ボスで役に立ちます。はい。あ、いた。いた。ちょっと油断した。ここ、罠、注意してくださいね。うん。この罠の中で戦うと、ここら辺か。うん。この中で。ここで戦うと安全なんだけども、早く倒すためには、やっぱり真ん中でね、戦っていった方がいいですね。危ない。ああ。いやいや、ポーション使え、間に合わんかった。やばいかなと思ったんだけどね。まあいいや、気を取り直していきます。はいはいはい。あ、まあ無理しないようにね。よし、 OK。次、よし、終わりですね。いやー、最初に罠食らったのがでかかったな。報酬何もいりません。いきましょう。で、エンチャポイント3余ってるんですけども、まあ別に何もいらないんですけども、一応コグクロスボウとかあげちゃってください。いくぞ。あー、もう固まるなって。
ボスの倒し方ですけども、武器でキョムさん入ってるんですよね。そのキョムを発動させてから、最大位置まで。発動させてからの、アップドラッグですね。で、攻撃してみてください。ガツンと。減らすことが、まあ、一応できます。これ以上いい装備があれば一番いいんだけどね。なかなかね、ないんだわな。いきます。これか。よし、オッケー。半分いけました。ちょっと待ってね。ミスる。ちょい。本当に、ボンミス多いぞ。よし、オッケー。もうちょっとボンミスするな。まあまあ、さっきのね、感じで、俺はね、今まで3ターンしかちょっと成功してないんですけども、多分2ターンでいけると思う。おそらく。若干ダメージ与えていった方がいいのかな、最初に。うん、最初にちょっと何発かカトラスで殴った方がいいのかもしれない。よし、いくぞ。あ、おお、いいね。いい感じ。もうミスんなよ。よし、危ねえ。もうミスらないで。次ではもう確実に倒せます。ちょっとごめんなさいね、ミスりすぎて。ミスらないように安全に行きましょう。うん、あのミニゴーレム強いんでね。よし、確実に決める。もうよし、 OK、 行くぞ。今だ。よっしゃー。はい、ちょっと2回ミスっちゃったんだけども、一応クリアですね。いやー、ボンミス多いわ。お、なんじゃこりゃ。まあまあ全部良さそうではあるけど、フリーチいらない。あ、テンポにいらない。あー、重力の達人の刀は強いよ。間違いないですね。下にクリティカル虚無の、あー、じゃあクリティカルもっと入ってんだ。追い打ち虚無でリフレッシュか。で、間違いないですかね。はい、まあ、持ってたけど。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。